はい、ハンマケの本家の販売を先生です。まずですね、私が FX とか株で投資するときですね、例えば100円100あ人間たち、全員の妨害でね、例えば100円を負けさせるのに皆がね、逆に投資してね、1億円ね、投資するんですよ。それで、負けさせるんですね。ということは、1億円捨てるわけですね、人間たちがね。で、100円で、10万円だと、ね、まあ1万円ぐらいになると、私もしっかり気をつけるんで、1万円負けさせるために、1万円負けとか勝つかのね、投資の時にですね、人間たちが妨害でね、私の脳波聞いて、そればっかり24時間聞いてますから、人間はね、全員ね、まあ、ね、私の脳波だけ聞いてるわけですよ。で、YouTuber なんかのアクセスは絶対しないでね、お金稼がさないようにしてやってるんだけども、で、ちょっと待って、で、1万円だと大体どのぐらい、100億円ぐらいね、逆に投資してね、負けさせるんだけど、人間たちは100億円損するんですね。損しても儲からさせないように私の頭聞いて投資してくるわけですよ。で、10万円だったら1億円ぐらいまで捨てることありますね、人間たちがね、私が稼がせないようにね、というようなことでね、人間たち全体との勝負では勝ってんだけどね、私も被害を受けてるんですよね。で、YouTuber のアクセスも私だけアクセスしないで、皆だけアクセスしてね、利益稼がせてるんだけども、この資金っていうのは、1年間で120兆円を捨ててるわけですね。私に稼がせないでね、アクセスしないように動くわけです。ね、機敏、絶対アクセスしないように。これはね、一番アクセスする人よりか大変なわけですよね。八百長でね。で、人間た、私のアクセスをさせないようにして、で、人間全員ですよ。妨害でね、私の稼ぎの妨害でね、やってきてるわけです。で、その経費ってどのぐらいになるかと思います？私一人に対しての妨害の費用。120兆円です。ね、1年間で120兆円にね、金もないのにね、面白くない人、私以外はもうアクセスたくさんするわけです。で、広告費を出してる。で、YouTuber の今出てる人、すごく景気いいわけですけどもね、実際世の中は120兆円ね、私の戦いでね、上げてね、私がアクセスないよというふうにしてね、妨害してるんだけど、人間たち全員の、ね、資金は、その妨害するための資金というのは120兆円捨ててるんですね。ね、これをご存知ですかね。まあ、そんなことでね、これは妨害者が損するから止めないだけですよね。ね、私も損するっていうアクセスないからお金にならないけれどもね、人間たち全員の方は損害が多いでしょ、ね、そういうことをするんですね。妨害のところを抑えないとね、大事なところは抑えるんです、しっかりね。それで、妨害できるとこっていうと、もう容赦なくお金使っていくんですね。120兆円もですよ。捨ててるわけです、私の妨害のためにね。私だけ誰もアクセスしないで、他の人誰でもアクセスする、ね、そういうことですね。まあそういうことをぜひ、YouTuber の現状のね、私と YouTuber、世界の人間との関係っていうのは、ね、よく知っていただきたいと思います。食事中でね、ごめんなさいね。